企業を女子大生の視点でレポート、キャリレポ。こんにちは。キャリレポ第2回目はスピードさんに取材に来ました。スピードさんは 3DCG や VFX2D など様々な技法を使ったエンターテインメントコンテンツを制作する会社です。最近では名古屋市さんとコラボの猫企画という映画も制作されました。なかなか CG とかを触れられる機会がないと思うのですごくワクワクします。それでは早速行ってみましょう。名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅からすぐ昔ながらの銀座通り商店街にあります。車内には 3D プリンターを使った作品や今まで制作してこられた作品のポスターなどが飾られていました。代表取締役の岩木雄一郎さんにお話を伺いました。ものづくりの町ですね。陶磁器の製造が盛んな町で、ものづくりの、職人さんですとかの生きてきた町の風土といいますか、そういうのが今の現代のものづくりにも、マッチしてるなと、瀬戸はすごくいいなと思います。何かを買っていただく方の立場に立って、その人たちが楽しめるものを考えるっていうのが一番大事だと思います。また学生に向けてアドバイスをいただきました。社会に出た時に求められることって自分のやりたいことと違ってたりする。肩書きとか何のためにあるんだろうっていうと、自分がつけるものじゃないんですよね。誰かがつけるものなんですね。自分の長所短所って分かりにくいですよね。ということは周りの人の方が実は自分たちに向いてることを知ってる可能性があるっていうことを認識していくと発見が多分あると思うんで。最新技術がたくさんあってすごいワクワクしました。岩木さんもおっしゃっていたように、これから私たち若い世代の方がどんどん発展させていく 3D は技術だと思うので、私も一度学んでみたいなと思いました。以上、キャリレポ in 瀬戸でした。